今回はノルウェーの森の裏話のようなものを紹介します。ノルウェーの森を描くにあたっての目標について作者は次のように述べています。ノルウェーの森を描くときに僕がやろうとしたことは3つある。まず第1に徹底したリアリズムの文体で描くこと。第2に生と死について徹底的に言及すること。第3に風の歌を聴けという小説の含んだ処女作的気恥ずかしさみたいなものを消去してしまう反気恥ずかしさを正面に押し出すことである。この作品の元々のタイトルは別にあったようです。僕はドビッシーの雨の中の庭というピアノ曲が昔から好きで、そういう雰囲気を持ったこじんまりとして綺麗でメランコリックな小説を書きたいと思っていました。この小説を書き始めた時、そういう題が内容的にぴったりしているかなと思っていたのですが、最初に予定していたよりどんどん長い話になってきて、とてもこじんまりしたとは言えなくなってきました。だから別の題にしたわけです。ちなみに作中で雨の庭が出てくる箇所があります。直子に宛てた手紙の文章です。雨の日曜日は僕を少し混乱させます。雨が降ると洗濯できないし、したがってアイロン掛けもできないからです。机の前に座ってカインドオブブルーをオートリピートで何度も聞きながら、雨の中庭の風景をぼんやりと眺めているくらいしかやることがないのです。この手紙の中の中庭は寮の庭のことを指しています。ではなぜノルウェーの森という題になったのでしょう。ノルウェーの森という題をつけるのは、僕は正直なところあまり気が進まなかったんです。ビートルズの曲の題をそのまま本の題にしちゃうのはどんなものかと。でも読んだ人がみんなこの題はもうノルウェーの森しかないじゃんというので、結局自然にそうなりました。僕の大好きな曲ではあるんですが、ノルウェーの森にはビートルズのナンバーがたくさん出てきますが、若い時の村上春樹さんは熱心なビートルズファンではなかったようです。実を言うと、僕は10代の頃には、つまり同時代的にはあまりビートルズってそんな熱心には聞かなかったんです。ビートルズの音楽を割にきちんと腰を据えて聞くようになったのは40に近くなってからです。ギリシャに住んでいる時にカセットテープで聞いて、その時何か深く感じるものがありました。それからノルウェーの森という小説を書きました。海外版ではタイトルが変えられて出版されることもあるみたいです。ノルウェーの森はイタリアでは東京ブルース、これはさすがに元のタイトルに交渉を進めていますけど、ドイツでは直子の微笑みというタイトルで発売されています。英語圏ではだいたいオリジナルタイトルに近い形で出ているのですが、それ以外の国の場合、出版前にタイトルについて相談をされるというようなこともまずありませんので、チェックのしようがないのです。ノルウェーの森のカバーデザインは村上春樹さん本人が手掛けたそうです。こんな色でこんな味でこんな配置で表紙をやりたいって言ってデザイナーの人にまとめてもらったんだけど、そのデザイナーはこんな表紙に自分の名前を出したくないから出さないでくれと希望したということでした。本当に最初は評判が悪くて、本当にこんなんでいいの?とみんなに言われたんだけど、僕はあのイメージしか頭の中になかったので強く言い張ってあれにしてもらいました。作中における登場人物の死については、村上春樹さんは次のように書いています。ノルウェーの森を書いた時には、僕の小説ではたくさんの人が死にすぎると批判されました。でも僕は好んで登場人物を殺しているわけではありません。僕らは大切な人が死ぬことを物語の一部として受け入れることに慣れていかなくてはならないはずだと僕は感じていたのです。登場人物に関しては、
気づきのモデルは実在するなど、当時いろんな噂がありました。これについては、次のように言っています。いろんなデマが飛んでいるようで、正直なところいささか迷惑しているのですが、ノルウェーの森は、あくまでフィクションです。登場人物は、突撃隊だけは、現実のモデルがいますが、後の人々は、みんな僕が、勝手に作り上げたものです。奥さんについても、緑のモデルではないかと、当時はよく言われていました。重ねる人は多いでしょうね。でも、全然違いますね、それは。もちろん似てる部分はなくはないです。でも、全然違います。そうね、喋り方が少し似てるところがあるかな。でも外見も考え方も違うし、彼女も違うって言うし、僕も重ねて書いたつもりはないです。モデルとなった療養所は実在するという噂もありました。ノルウェーの森という作品はフィクションです。その療養所も実在はしません。ただ偶然、そういう場所にそういう施設があったという話は耳にしましたが、関係は全くありません。でもその小説を書いている時、その場所は僕の頭の中では実在したのです。それが一番大事なことです。作品が売れたことで、いろいろ苦労もあったみたいです。僕はあまり落ち込んだり、生きていくのが嫌になったりはしないんだけど、ノルウェーの森があれだけ売れた後は、一時期本当に嫌になってしまった。生きていくのが嫌になるくらい嫌になったんです。だって、この僕が物が書けなくなっちゃったんですからね。まあ、そういう時期を通り抜けてきたおかげで、結構タフになれましたが。いかがでしたでしょう。カバーのデザインを村上春樹さん自身がしたのはノルウェーの森だけのようです。